佐藤はどんなサインをキャッチャーで使ってたのかなと。ピッチャーで全部一人ずつ違いますけど、どういうサインがあった、特徴的なのは。でもコースも球種も一つで決まるってやつですよね。どういうことですか。もし右バッターだったら、じゃあ仮に位置がストレートとしたら、これがインコースのストレート、うん、これがアウトコースのストレートで、これがインコースのカーブ、これがアウトコースのカーブ、これがインコースのスライダー、これがアウトコースのスライダー。難しい。これがシュートで揺らしたチェンジアップだとか。でもさ、こういうのだとさ、うん、セカンド行ったからってあんまり変えないでしょ。ルールが変わります。1発目なのか2番目なのか3番目なのか4番目なのか5番目なのかっていう順番の人もいるし、バッターの背番号の下一桁がキー、うん、ちょっと待って、はい、41番だったら1がキーなんで、1の次に出したのがサインです。1の次に出したのがサイン。7の場合は5が5になるんで、6が1、7が2になるんで、7は2です。5で区切るんだ。はい。だから2だったらこれもキー、これもキーになるんですよ。これもキー。うるせえなぁ。